教えて春郷先生。皆さんこんにちは、小林郷です。こんにちは、中里春奈です。こんにちは、ポンちゃんです。さあ、前回は麻雀の基本的なルールをお話ししたので、今日から実践に入りたいと思います。あ、今日からも実践か。え、嫌なの、ポンちゃん？不安、不安。大丈夫、先生2人もいるんだよ。確かに。でしょ、うん、大船に乗ったつもりで。うん。さあ、4枚麻雀って多分前に説明してないと思うんですけど、ポンちゃん分かります？4枚、うん、4枚使ってやる。さあ、前に言ってた鳥の形ね、頭を作り、うん、胴体が3個、うん、両脇に羽を3枚ずつ作る、バサバサ、はい、で尾っぽに3枚、これで頭が1つと、うん、メンツと呼ばれる3枚セットが4つって話をしたと思うんですけど、うん、いきなりこのね13枚を横にわーっと並べて、はい、やってみてって言われても、初心者にはちょっと難しい。それは多分できひん、長いもんね、うん、というわけで、はい、これを羽をむしる、うん、むしる、むしる、尾っぽもむしる。めっちゃ残酷。そして残ったのは頭と胴体だけ。先生、そんな怖い人やったの？はい。そんな形、うん、そうすると中身が頭2枚と胴体が3、うん、あれ、うん、え、それ5枚、5枚やん。5枚です。え、4枚じゃないの？そう、5枚は完成形なので、うんうん、4枚持っているうちに、1枚持ってきて完成させるというゲームですから、4枚麻雀ということになります。なるほど、はい、それでは早速やってみましょう。はい、はい、では早速実践やってみましょう。はい、では最初にこの4枚が配られました。では1枚持ってきてスタートです。はい、もう取っていいんですか？はい、どうぞ。さあ、この5枚から何を切りましょうか？切る？切るって何ですか？あ、切るって捨てるっていうことですね。捨てる。この中から1枚、一番いらないやつを捨ててください。よし。ポンちゃん的には感じは強そうなんで置いておきたい。なので、漢字強そう。でもこの麻雀でこの漢字の牌、ここで言うとんですけども、ちょっと使いにくいんですよね。え、そうなん、うん、数字の牌っていうのは123とか111とか、いろんな使い方ができるけど、この漢字は横のつながりがないので、うん、同じものでしか使えないんですね。そっか。だからこのトンはトントントンでしか使えないので、トントントン、同じの同じの2枚持ってこなきゃいけないんでね、それはちょっと組み合わせ上でき作りにくいので、漢字の牌のトンから捨てていきましょう。わかりました。捨てるんですね。はい。実は捨てる場所決まってましてね。ん、ここじゃなくてね。そこ。そこです。真ん中にだいたい四角い部分があるので、そこに合わせて、ぴったりくっつけて左側から捨てていきましょう。ここですか？はい、そうです。はい、じゃあ1枚捨てたら数字の順番に並べていきましょうか。同じ仲間を同じ並べて、想図が2つあるので、想図まとめておきましょう。はい、はい、こんな感じです。お、なんか丸いぞ。さあ、何を切りましょうか。やっぱポンちゃん的には漢字は残したい。でも漢字は捨てないといけないでしたっけ？あ、実はこのマンズってね、漢字書いてあるけどね、これは数字の牌だと思ってください。え、これ数字ですか？数字の牌ですね。で、数字が書いてないその東とか南とか、その漢字だけの牌を字牌と言います。なるほど。マンズは数字の牌です。
まずは数字。はい。じゃあトランプ的に多分4かなと。大富豪とか4めっちゃ弱いんで。あ、大きい数字が大事ってことですか。そう。麻雀だとそうとも言えなくてですね、麻雀って数字の順番の並びを作るんですね。123とか234とか、でも使いづらい牌っていうのがありまして、数字の1とか9っていうのはね、実はちょっと使いづらいんですよ。そういえば前はるちゃん先生が言うてくれてた気します。例えばこの今捨てようとしてる4っていうのは234でも345でも456でもいろんな使い方があるんですね。ただ今ある相図の9ありますね。この9を使うには789でしか使えないんですね。ということは3枚になりにくい。そうか。ということでこれで言うなら9を切っていきましょう。9。じゃあこれですね。よいしょ。ん？ちょっと違うな。確かにそこに切っていくんだけど、これだとね、さっき捨てた牌が隠れちゃって分かんなくなるんで。2枚目は右側に捨ててください。右側は、はい、ここですか。はい、そこです。仕方ないな。はい、じゃあ並べて待ってましょう。あ、ここか。はい、そこです。よいしょ。お、漢字や。でも漢字はいらないんですよね。漢字いらないです。仕方ない。あ、白い。これ白い。先生、白い。何も書いてないね。ジョーカー。これジョーカーでも予備の範囲でもなくて、これも実は漢字の一種です。書いてないけど。漢字ですか。漢字です。まあ、自敗の一種ですね。はい、ということで、いりません。さよなら。さよなら。あ、先生、なんか揃った。なんか2枚組できたね。イエーイ。じゃあ、いらないの、どれいらないかな。これは先生、わかる。わかる。これ。それいらないね。うん。さあ、いらない。捨てましたけど、うん、この残った形見てどうでしょう。なんかそろそろ上がれそうじゃないですか。うんうん、これ絶対もうちょいで上がれる。もうちょいで上がれる。うん、何が来ると上がりか分かるかな。丸の4。丸の4。うん、そう、この丸ピンズって言うんだけど、うん、ピンズの4が来ると、ピンズが3、4、5。うん、で、相図の4、4が頭で上がりなんですね。うん、しゃ。ということで、あとはピンズの4が来れば上がりです。よし、ワクワク。さあ、どうでしょう。あ、これはいらない感じです、うん、くそ。え、全然揃ってくれへんやん。あ、今ね、そこに捨ててもらったんですけど、麻雀の捨て牌ってここまで長くなっちゃうとね、右側の人の人と混ざっちゃいますね。で、見にくくなるんで、6枚捨てたら7枚目は2段目に捨ててください。2段目。2段目です。次こそ2段目。しゃあ。うん、そこじゃないんだな。え、2段目言うたよ。2段目言うたよ。言い方悪かった、すいませんでした。ね、これだとさっきのやつが隠れちゃうので、うん、隠さないように2段目に捨ててください。隠さないように2段目、うん、隠さない。まあ、あれ隠したらあかんねんもんね、うんうん、はい、そこです。正解です。この1個目に捨てた牌、7個目の捨て牌は1個目の下に並べると、うん、これが正しい捨て方です。もう覚えたで。
先生来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た、やった、めっちゃ上がりやん。はい、これで上がりです。おめでとうございます。来た。さて、ではこれで上がりなんですが実はね、来た、上がったじゃなくてね、麻雀って上がった時に、口に出して言わなきゃいけない決まりがあるんですね。こうやって上がるってゴールでもないんですね。上がった時の発声が決まりがあるんです。完成しました。なんですけど、これは今まで教えたことない初めて使う言葉なんですが、上がる時はね、自分で持ってきて上がった場合はツモって言って上がります。ツモ。え、なんでツモなんですか？麻雀牌を自分で持ってくる行為をツモとか積もるとか、そういう言い方をするんですが、で自分でツモで上がりましたよっていう時はツモと発声するのが決まりです。ツモ、じゃあ今回ツモ。そうですね。しゃ、でさらにもう一つ、今ピンズの4をツモで上がりましたよね。はい。その時はね、この中に入れちゃわないで、積もってきた牌をまず右端にパンってみんなに見せてください。右端。そうですね。よいしょ。で積もっていって、まずピンズの4を置くと。積もで、実際は普段この手牌の4枚って、今は見えちゃってますけど、普段は起こしてやってるんですよね。みんなに見えないように起こしてやってるものなので、はい、積もっていって、この上がり牌を見せたら、ここで初めてバタッと手を開いて見せる。なるほど、あれね、完成して披露するのね、ちょっとやってみようか、できるかな。お、ちょっとポンちゃんが4枚起こして、起こしてもらおう。起こすで、ピンズの4を持ってきて、じゃあ元に戻してもらおうか。はい、伏せて、はい、で持っていきましょうか。持ってきて、ピンズの4で上がったら積もって言って、そこで開ける。で、この後汚いとか言わんといて、先生、汚いとか頑張ってるんやからやめて。じゃあちょっと両手と、そのな謎の右側の手も使って、ね、丁寧に。先生、手見えてんの今？先生で良い子には見えへんて。良い子に見えない。そうそうそう。でもこれ丁寧に開けましょうっていうのが決まりですので。そうか。じゃあ、はい、じゃあまず持ってきて、はい、積も倒していいやつ、積もっていって、ピンズの4を見せて、はい、じゃあ全部倒します。よいしょ、よいしょ。はい、これが正しい上がり方ですね。さっきのポンちゃんのでもいいやろ。でこの持ってきた牌中に入れちゃうと、みんなとしてはどれを待ってたのかがわからないので、そうじゃなくて、このままでいいんですね。このまま、はい、この左側の手牌4枚で、最後一番右の牌で上がりました。これが正しい上がり方です。はい。それではもう一つ上がり方、実はもう一個あるんです。え、まだあるんですか？はい、今は自分で持ってきてツモで上がりましたね。はい。これ以外にも実は他の人が捨てた牌で上がるっていうやり方があるんです。そんないいルールが。お、なんか手が出てきた。これをね、人が捨てた場合です。なんとこれで上がることができるんです。すやん、めっちゃいいやん。めっちゃいいでしょ。めっちゃいい。でその時も発声が決まってまして、え、ちょっと待って、考える。もーらい。もーらい。どう先生、もーらい。もーらい。ちょっとね、麻雀なんでもうちょっと中国語っぽくないといけないんだけど。もらい。違うか。実はね、これはね、ロンって言います。ロン。え、なんでロン？なんでだろうね。ロン、なんかよくわかんないけど、中国語でロンって言います。先生、わからへんの？はい、わかんないです。じゃあロン。で実際はロンって言って、これで上がりなんですね。やっていいの？
いいですよ。じゃあちょっと手配立てた状態から。あ、待った。待ったから。はい。先生見えてへん、先生、はい、見えてへん。ピンズの4が、うん、じゃあ人から切られました。ロン、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 ありがとう。倒す、で倒す。はい、これでロン、ロン、はい、良さそうに見えるんですが、実はロンの時の約束がちょっともう一つありまして、うん、このピンズの4で上がったんだけど、これだとなんかツモで上がったかロンで上がったか分かりづらいので、え、ロンって言うたのに、うんうん、誰が捨てたかも分からないので、うんうん、実はこのピンズの4持ってこなくていいです。ロンの時はね、この捨てた人の責任で点数がもらえるんで、うん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 、人の捨て牌から持ってこなくてこのまま上がってください。こうするとこのピンズの3号の形で4を捨てた人から上がりましたよっていうのが残るので、じゃあロンって言って終わりですか。そうですね、ロンって言って手を見せて終わりです。はい、これが上がり方の2つ、ツモとロンのお話でした。ボンちゃん賢なったで。それではさっき上がれたんで、うんうん、もう一曲やってみましょうか。はい、では最初に配られたのがこれです。うんうん、では、うん、積もるところからお願いします。でちょっと待ってください、これ、はい、5、漢字の5は5ですか。5ですね。 5ですか。あ、なんか普通の漢数字と違う、うん、そう、なんか人弁、人弁ついてる、ついてる。この麻雀の5ってね、マンズの5ってなぜか人弁ついてるんですよね。え、でも5、数字の5だと思ってください。はい、はい、最初は見慣れないですが、これが漢数字の5と一緒です。わかりました。じゃあ取りに行っていい、あ、積もっていい、積もっていいですよ。はい、これを積もると言います。ちょっと学んだ。これなんかパラッパラ、パラッパラですね。え、先生パラッパラやで。じゃあ1枚切りましょう。そう、あれね、白いの漢字やから。そうそう、これは漢字、自牌の白ですね。ちょっとずつ賢なってるやろ。そうだね。お、なんかマンズの6、使えそうだね。使えそう、残しときたい。これでも1、さっき先生1と9いらんって言ってたじゃないですか。いらん。そうですね、うん、でも丸マンズ、え、マンズ、ピンズ、ピンズ、ピンズの1と8があるね、うん、でもミックス、ソーズ1個しかないから、ソーズは5がある。この1も5も8も離れてるんで、1も5も8も、ピンズの1と8、うん、でソーズの5、全部ポツンと1個であるよね、うん、なんであのピンズが多いけど、実はこれは単純に3つとも離れた牌なので、うんうん、そのうち一番使いづらい牌を捨てていくのが正解です。じゃあピンズの1を捨てちゃっていいってことですか。そうですね、はい、1と9の数字が一番いらないのが1です。いらんもんね。いらないね。めっちゃ西来るやん。西ちゃうわね、だけ。ちょ、もういいや。出てこへんかった。あ、なんか揃った揃った。あ、ちょ、待って。これ揃ったから、これか。これがいらん。これいらん。これがいらない。これいらん。お、なんかいけそうな気する。なんかいけそう。なんか上がれそうだよね。うん、これあれやな、あと1枚で上がれそう、うん、あと4来たらいけるやつやんな。4来たら上がれるね、マンズの 4? うん、うん、じゃあ次行ってみようか。
めっちゃクリーン出てこないけど言葉あれあ、あ、あれ7あ、そう、あ、お、ん、そうか、567もいけるん、いけるん、先生いけるな、いけますね。あ、じゃあ、待って、つもつも、はい、正解です。つもって言って、7万を右端に置いて、4枚バット見せて、これで上がりです。でも4やと思ってたのに7もいけんの。そう、実はね、麻雀って最後待ってる牌1種類とは限らなくて、この5、6って数字が2つつながってる時は、その両側で待ってるんだよね。4、5、6ができてもいい、5、6、7ができてもいいと、この両側で待ってる待ちを、両面待ちって言うんだけど、両面待ち、これ中国風にね、両面待ちと言います。両面待ち、両面待ち、うん、なんか言いにくくなりますね。両面待ち、はい、両面待ちです。でこの両面待ちっていうのが麻雀においてはすごい大事ないい待ちですので、いい待ち、この両面待ちをいかに作っていくかが大事なんですね。へえ、じゃあさっきのなんか何だったっけな、あと1個来たらいいよより両面待ちの方がいいってことですか。そうだね、さっきはピンズの3と5を持ってて、間の4を待ってたよね、だからさっきのは1種類待ちだったんだけど、この両面待ちの方が、まあ上がり牌の枚数が2倍あるんで上がりやすいと、なるほど、両面待ち最強説やな。そうですね、だから今日はこの両面待ちを覚えてもらいたいと思います。はい、小葉郷先生に素敵な両面待ちを教えていただいたので、3人で好きな両面待ちを作りました。ちなみに私は相図の3と4で両面待ちを作りました。待ってるのは相図の2と5、どっちでもいいです。ポンちゃん、両面待ち覚えた？ポンちゃんバッチリ。はい、ではポンちゃんの好きな両面待ちを披露してください。ちょっとお待ちよ。あら、また準備必要やからよいしょ。はい、じゃーん、マンズの5と6ですね。さあ、じゃあポンちゃん待ってるのは、待ってるのは、マンズの4と7、ですね、なんでこのマンズの5と6なんです。まあ、漢字強そうやしやっぱ漢字好きなんだね。漢字強そうやん、まあ一応漢字は漢字ね、まあまあ漢字、じゃあなんで5と6なの聞いちゃう。え、聞くでしょ聞いちゃう聞くでしょ。ポンちゃんは6月生まれやから、あ、言ってた、そういえば6月生まれ、まあ、で、じゃあ5は、そこを聞いちゃう、聞く15日生まれやからじゃなかった。みんな待ってるよ。はい、6月15日にポンちゃんのプレゼントをここまでお願いします。え、またちょっと聞いちゃいますけど、小葉郷先生に好きな両面待ちなんてあるんですか。一応これかな。あ、あるんですね。あら、いや、ピンズの2と3で、1と4を待ってます。これね、見間違いが起こらないんですなるほど、確かに私のこれだとちょっと本数的に間違えそうですけど、漢字、マンズもね、ちょっとパッと目見にくいんですけど。でも先生で間違えることはあるんですか。まあ人間だからね、よく2万と3万間違えるね。あ、1本しか違いませんもんね、はい、お茶目このピンズの4、1と4は間違えたことないですね。あ、はい、確かに。ということで、分かりやすいからという意味ですね。そうですね。はい、さあ、皆さんも好きな両面待ちうまく作って麻雀上がれるように頑張ってください。さあ、小葉郷先生、次回は何を教えていただけるんでしょうか。はい、今回は簡単な4枚でやりましたんで、次回はいよいよ本物の麻雀と同じ13枚でやりたい。
はい、もう13枚すごい不安そう13枚やりましょう。ということで次回からはいよいよ13枚麻雀をやりたいと思います。さあ今回春郷先生第2回が終わりましたけども勉強になったなって思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。もしわからないことあったらぜひコメントでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。皆さんこんにちは、麻雀連合の小林豪です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。小林さんは麻雀教室の先生ずっとされているので、マスターの麻雀教室について小林さんから説明していただきます。麻雀教室とは、麻雀を全く知らなくて麻雀牌触ったことないという人から麻雀強くなりたいという人まで来れる場所です。初心者の自分なんかが行っていいのかっていう不安な方もいらっしゃいますけども、そういう人向けの設備ですので、ぜひ来ていただきたいと思います。